ホーチミン作戦、ホーチミン作戦は、ベトナム戦争末期の1975年、北ベトナム軍により行われた南ベトナムの首都サイゴンに対する最終的な攻撃作戦である。この作戦により4月30日のサイゴン陥落を誘発し、ベトナム共産党主導の国家再統一に向ける騎士が進行することとなった。ニクソン政権のベトナミゼーション政策によって、 アメリカ合衆国が撤退し、これによって勝利を視野に入れ始めた北ベトナムは再び本腰を入れて南を攻撃し始めた。南ベトナムのグエンバン中大統領はアメリカ合衆国に支援を要求したが断られ、北の攻撃に対し何も抵抗する手段を持たなかった。南北国境地域は軍事境界線によって非武装地帯となっていたので北ベトナムは ラオスやカンボジアのホーチミンルートから攻撃部隊を南に入れた。現在の統一街道から見た、レズアンドオリレズアンドオリ2番地にあるホーチミン作戦博物館1975年3月26日に増え、3月29日にダナンが陥落した。1975年3月25日、ベトナム労働党政治局はサイゴン解放作戦指揮部の設置を決定した。 4月8日、同式部が設置され、司令官にバンティエンズン大将が任命。4月14日、ホーチミ民作戦と命名した。4月21日、サイゴン東部のスワンロクを陥落。28日、関東、ビエンホア、ブンタウ、タンソンニャット基地を占領。30日午前0時、サイゴン市内に突入。午前十一時三十分、現在のレズアン通りから、 戦車部隊が南ベトナム大統領府に突入し、臨時革命政府の旗が立てられた。これによりサイゴンは陥落し、戦争が終結した。この作戦で北側は約2万人の死傷者を、南側は約9万人の死傷者を出した。現在のホーチミン氏イックレズアン通りには本作戦についての記念博物館がある。ありがとうございます。